背景です。今回は宇都宮が激推し、この投手来季期待大きいということで、今回はですね、まあ今回ライオンズを退団となった宇都宮哲也二軍投手コーチが、まあ一押しのねピッチャーがライオンズにいるので、まあ彼のことについて話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは宇都宮が菅井を激推しということで、今回はですね、まあ、菅井投手について話していこうと思います。まあ、宇都宮二軍投手コーチが、まあ、ライオンズをね退団するっていうことが、まあ、正式な発表をされて、まあ、来季からはねこうジャイアンツの一軍の投手コーチを務めるというふうになって、まあそこでねちょっといろいろ宇都宮投手コーチに、まあ、インタビューがあって、まあライオンズの、まあ、注目選手というか、まあどういったね期待の選手っていうところを、まあ、聞いたところ、まあこういった答えが返ってきたということでね、まあ菅井投手のことを非常にこう期待しているということになっております。まあ育成出身でポテンシャルも高くて、僕と被るというか投げ方もちょっと似ているんで、ちょっと思い入れがあってということを言っています。アドバイスしたことが幹の部分になっているかどうかは本人がこれからやること、幹の部分じゃなくてもそれが一つのポイントになって成長してくれれば嬉しいですというふうに、まあ、菅井投手について評価をしていて、まあ、やはりねこう育成出身でまだね若いですし、ポテンシャルも高い、まあ、今季2年目ですかね、高卒2年目でまだ若いし、まあ、あとやっぱりね宇都宮投手と同じ左ピッチャーというところですよね。まあ、投げ方もねちょっと宇都宮投手コーチに似ているっていうところもあったりとかしていて、まあそういったところでね、宇都宮投手コーチ自身が、まあ菅井投手に対して、まあ非常に思い入れを持っているということになっております。まあそんな期待の菅井投手、まあ来季に向けてね、どんなことを期待していくのか話していきたいと思います。それではですね、まずは今シーズンの菅井投手の2軍成績から見ていこうと思います。それが以下の通りです。15試合に登板して、防御率 3.1、64.1 イニング、4勝2敗、54奪三振。よし、29個、被打率2割8分2厘、KBB1.86、WIP 1.51 の QS 率 30.8% という成績でした。まあ、菅井投手なんですけれども、まあ、育成で入団をして、今シーズン2年目の選手ということですね。まあ、ドラフトの年で言うと、まあ、隅田投手だったりとか、まあ、古賀選手、まあ、今一軍で活躍をされてますが、まあ、この二人とね、一緒に、まあ、彼は育成で入ってきたということになっております。で昨シーズンは、まあ、ぼちぼち2軍で投げてて、まあ、体作りっていうところがメインだったりとか、あとはちょっと故障もね、最初の方軽くしていたのか、まあ、あんまり2軍ではね、登板なくてですね、ただ昨シーズン、フェニックスリーグで結構いいピッチングをね、こう見せたというところで頭角を、表しました。で、まあ、期待の今シーズン迎えたわけなんですけれど、まあ、ちょっと僕もあの昨シーズンの動画ちょっと見ていると、まあ、来シーズン、試合があるぞっていうことをね、菅井投手の風に言っていて、まあそういうふうにこう期待をされながら今シーズンを迎えてきました。で、まあ2軍のローテーションに今シーズンは定着をしたんですね。で、昨シーズンは結構中継ぎ起用っていうところがメインで、まあ僕もね将来的にこれもしかしたら松井裕樹投手みたいになるんじゃないかみたいな話を確か動画でしていたんですけれども、まあただね、今シーズンは中継ぎっていうかもう先発メイン、この15試合のうち13試合に、ね、先発登板してるんで、まあ結構もう先発メインでやっているという感じになっております。で、まあローテーションに定着をしてきたということになってるんですね。まあ成績的にはね、まだ1軍でこう使えるかというと、まあそんなにね、めちゃめちゃいい成績ってわけではないんです。まあ防御率3点ではそんなに悪くないですけど、まあ被打率もちょっと高くて、まあ KBB、WIP とこに関しても、まあそんなにめちゃくちゃいいわけではないので、まあまだまだね、その1軍レベルかっていうとそういうわけではないと思うんですけど、まあただね、高卒2年目で、まあ、しかも育成選手っていうところを考えると十分すぎる成績なんじゃないかなと思いますし、まあ、本当にこう1年目2年目と順調にこう階段を上っている成長してきているなっていうのが非常にやっぱりこの成績からも感じられるんじゃないかなというふうに思います。まあ、今シーズンはね先ほども言ったように中継ぎ起用かなっていうふうに思っていたんですが、まあ、本格的にやっぱり先発でね育成をしていくっていう方針なのかなとも思いますし、まあその中でやっぱりある程度の成績を残せているっていうところがあるので、まあもう先発でねやっていくっていう感じでね、とりあえず今はいいんじゃないかなというふうには思いますね。まあキレのあるまっすぐに、まあ、チェンジアップスライダーっていうところは操れるし、まあ本当にね、まあ、まっすぐに関しても、こう、球速がね、150キロ以上ボンボン出るのかっていうと、決してそういうわけではないんですね。まあ、原投手っていうのが、菅井投手と同い年で、いるんですけど、まあ彼は本当にこう、150キロ以上のボールをバンバン投げるような左ピッチャーで、まあ、ポテンシャルは非常に高いというふうに言われているんですが、まあ、ただ菅井投手は、こう、球速をね、別に原投手と同じように、ボンボン出すかっていうと、別にそういうわけではなくて、ただ、意外とやっぱりこのまっすぐっていうのはキレがあるのが打たれないんですね。まあ球速以上のなんかこう力を持っているピッチャーになっております。
なので、まあ、それこそ本当に今永投手のね、今永投手も、まあ、もちろん球速もそれなりに出るけど、やっぱまっすぐのキレっていうところで空振りを奪ったりとか、それでこう三振をね、たくさん奪ったりとか、しているかなっていうふうに思うので、まあ本当に彼のようにね、なってくれたらね、一番最高なんじゃないかなというふうに思います。まあそれこそやっぱり内海投手コーチのような、まあかつてね、現役時代の内海さんのような、ピッチャーになってくれたらね、一番いいんじゃないかなというふうには思いますね。まあ本当にね、育成出身の選手っていうところで、まあここ最近だと水上由伸投手だったりとか、マメラ投手だったりとか、まあそういったところがね、こう育成では、ピッチャーではね、頭角をやはり見せてるし、まあ一軍のもう必要な戦力にっていうところにも、なってきております。まあこの菅井投手もね、十分そういったチャンスがあるんじゃないかなと思うし、まあ今シーズンの成績のままだとちょっとまだ厳しいかもしれないですけど、まあ今季もフェニックスリーグにね、また出場するっていうことも、もう発表されてるんで、まあそこでもどういったピッチングを見せてくれるかも注目ですし、まあ来シーズン試合化登録っとこう狙っていくにあたって、まあ来季やっぱ2軍でね、どういった成績活躍を見せてくれるのか、新たなね、成長進化ってところをね、見せてくれるのか、まあ非常にポテンシャルの高いピッチャーになりますので、そこもね、注目をしていきたいかなというふうに思います。菅井投手に今後も注目です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。